ほらよく携帯でライブカメラのやつのデータが見れるじゃん、はいはいはい、っていうやつ使って見られたくないことだね、チブ、うん、だよね、そうそう、僕は写真の延長としてこれを考えてるから、うん、やっぱりこの観測したり、こんにちは、後藤志良です。ハムサーポーターとアバウトアート、今日のカンバセーションの日は、小山大輔君です。今日の会場は六本木の ANP です。面白いですね。アルミ板にプリントしたいのかな。あの監視カメラのエラーを使ってる作品で、うん、これは初めからピンク色なの？ピンク色です。色はへえ。ただ速度はあの実際にその監視カメラ上でエラーで起こっているものをかなり速くしてるんですけど、監視カメラもあまりよく知らないけれども、はい、監視カメラってピンク色なの？いや、あの違うんですよ、これ、赤外線とかそういうことでもなくて、いや、あのね、これ風景が出てくるところがあるんですけど、そこから本当は説明するとすごい分かりやすいんですけど、うん、あの夏の、海水浴場を、うん、あの定点観測しているライブカメラがあって、うん、でそれを僕はたまたま見てたんですね。なるほど。そしたら明け方の1時間ぐらいだけ、はい、画像が突然、その普通に風景を写した画像が突然こうただれるようにこう流れ落ちてくる、うん、だけどさ、普通明け方のなんて監視カメラをそんなずっと見てるで、なんで見てるの？見てるちょっと理由があったんですよ。そうなんだ。そしたらそのこういうふうになってた、こういうふうになったのに気づいて、うん、でしかもそれがなんかずっと起こるのかなと思ったら1時間ぐらいするとそのまたパッて元の風景に戻るんですよ。それはどういうことでそういうそのエラーが起きるんやろ？でそのエラーの理由は僕は分かってなくて、うん、そのカメラ自体が壊れてるわけではないと思うんですよね。そのすぐに復旧するから現状でも分かってない。分かってないですよ。で それにこの現象に気づいたのが8月の28日とかで、うん、なんでそんなはっきり覚えてる？いや、それでそれ理由があるんですけど、で、うん、29、30、31日で3日間キャプチャーしたんですよ、画面を、うん、でこれそれが元になってるんですけど、で9月1日もなるかなと思ったら、うん、夏休みが終わってライブカメラの配信が終わったんですよ、うん、だからその3日間だけしか撮れてないんですけど、うん、多分夏休みの間のカメラの壊れた状態っていうかデータ送信の壊れた状態なんだと思うんですけど、ここほらよく携帯でライブカメラのやつのデータが見れるじゃん、はい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 、っていうやつ使ってるの？そうです、そうです。ああ、なるほど。そうで、記録されないやつ、その常に配信だけされて、うん、あの元にあのなんていうか戻って再生できない携帯のやつなので、うん、もうこの日に戻ることはできないんですけど、うん、なるほど。でなんかということはそのいわゆるエラーデータのままなの？ままだけど再生速度だけ変えてます。あ、早くしてるね、はい、あー、なるほど。今は主にあのピンク色ですけど、うん、もうちょっと違う色になる時とかもあって、うん、でなんかずっとその上の方にこうチリチリビットの塊みたいなのが出てきてはこうたたれてくっていうのをこう繰り返してます。これはそのなんていうかな、その管理システムっていうかさ、うん、AI 的なそういうようなもののほころびっていうふうに思ってる。それもあるし、なんかいや、その自分たちが風景だと思って見てるモニター越しの光景の裏に常にこういうそのデータの塊とか流れがあるっていうことがなんか可視化できてるんじゃないかなと。なるほどね、暴露されてるってことだよね、うん、なるほど。おー、すごいね、これグレーになったりとか、グレーになってるね、これ今、うん、おで、あれが僕の風景です。なるほど、これ海の家だね。そうですね、ビーチですね。ビーチだね。何も起こらないこう平和なビーチの朝なんですけど、だから今の戻り方も実際にそういうふうにこうパッて元に戻るんですよ、こうやってる。これは同じ画像なんだろうか。これ3日分違う日ですね。違う日だ、はい、なんであれそこ人歩いてるけどあそこ歩いてないとか、でそれが違うよ、ね、あの29、30、31日のデータの順列組み替えで流れるようになってるので、別々の組み合わせで次の日に飛んで、でまたあのこう溶けるのが始まるっていう感じです。
そういうほらいわゆる監視データのキャプチャーみたいなものに対する関心っていうのは急に起こったわけ。それはタイミングとしてはどうして？それは素材っていうかそのいわゆる画像に何か出会って気がついたことがあるのかな。そうですね。あと今回その、うん、この今回のインスタレーションを作るにあたって、うん、藤倉さんと吉野さんと一緒になんかその庭とか奥のに、うん、スペースとか、なんかそういうキャラを出てて、うん、で僕の今までその水の光の反射とかを使った作品を出そうかなと思ってたんですけど、うん、なんか水のテーマにしたものが欲しいなと思って、うん、ただたまたまそれを考えてる時にこれに出会ったので、うん、これは滝だなと思って、それで滝そうなんですよ。だからこれ、タイトルが、デイリーレコードカッコカスケードって言うんですけ ど、ね、その滝状にこう流れていく風景というか、うんうんうん、でもデイリーレコードとかっていうそういうタイトルの付け方というか珍しいですね。うまいよね。あ、そうですか。うまいと思わない。 ありがとうございます、うん、結構でも珍しい付け方かも、うん、いや面白いと思う、うんうん、だからなんか最初にこれ、うん、そのみんなで見た時に、うん、あのなんかその津波が起こったように見えなくもないかもみたいな意見とかも出たんですけど、なんかそれではなくてその日々の記録っていうか、そうね、その淡々としたことの中に起こっていることに、うん、ああいうふうになんか流れ落ちてくるんですよ。これいいね、これすごいわ。これは確かにあるな。それを発見した時 の、あの画面の大きさってやっぱこれぐらいで見てた。いや、ね、ちっちゃいので見てた。最初携帯で見てたかな。 iPad で見てた。 iPad で見てましたね。あ、これ面白いじゃん。カスケードやな。こういうものにさ、つまりこうなんていうかテクノロジーのエラーっていうものの、うん、エフェクトの面白さっていうものもあるし、うん、意味合い的な面白さもあるし、うん、それは岡山君 が惹かれるっていうかやっぱキックするポイントっていうのはどこなんだろう、その場合。なんかプログラミングが見えることじゃないですかね、うん、その風景の背景にあるものがこう見えちゃってるっていうことの事実が、まあ、面白いのと、この時は本当にそれがその別に作家が何か変化を加えたわけじゃなくて、そうだよね、リアルに勝手に起こってしまってるっていうのはすごいその自然というか現象的に考えると、あのなんか風が吹いて水に波が立ってるのと同じようなことだから、まあ、自然だよね。そうなんですよね。なんか新しい自然の形として風景なんですよね。そういう感じはするよね、うん、僕はなんか自然っていうかシステムのエラーなんだけど、うん、システムも予期していなかったなんか自律的なことっていうかさ、それが裂け目でそうですね、なんか出ちゃってるっていうかさ、うん、システムからしたらなんていうかだらしないことじゃん。そうですね、うん、そこが面白い、見られたくないことだよね、うん、一部だよね。そうそうそう、だから多分あの3日間連続で起こってたっていうのは誰も気づいてないんだと思うんですよね。まあ、本人も気づいてないね、こいつも。そう、こいつは気づいてないし、まあ、こいつは別にこれが正解とかあれ風景が正解とかないと思うんですよ、きっと。ただ何かをキャプチャーして変換してるだけなので。これでもさっきの状態に戻ってんだな、こいつは。そんな感じ。そうですね、なんかね、いろんな状態があるんですよね。これループってどれぐらいなんですか？10分から15分ぐらいの3種類の映像がそれぞれ別の順列で入っているので毎回組み合わせは変わるんですけど、うん、なんかああいうものもさ、緑色のアイバーとか出てるけどさ、うん、あの滑稽だよね。そうですね、滑稽っていうのが面白いよね、これね、うん、あとまるで人がデザインしたかのように流れ落ちていくのとかが面白いですね、うん、ペインティングみたいな、これとかね、うん、上のやつなんかはそうだよね。ああいうなんかこう来たものとかもね、もともとまあエクスペリメンタルなところはあるけれども、うん、なんていうか造形的なところは強いじゃん。うんうんうん、なあ、うん、でもまあその造形の度合いっていうのが人間の意思によるのか、人間の意思をなんていうか手放すのかっていうか、うんうん、まあ、それのところをこうなんていうかな、徘徊してるようなところだと思うんだよね。今はやっぱりこういうこうなんていうかな、ちょ向こう側からなんていうかな提示されているものに対するやっぱ興味の方が強いかな。こういうことも扱えるし、なんかあっちのその知恵のあのスキャンの新作みたいなこともできるしみたいな。でもこれは多分リバイブがあったからできたことかなと思ってて、あの復元ソフトのエラー、そうだね、復元ソフトので、なんか昔だったら多分このチリチリしてるけど解像度は低いんですよ、もともとそのキャプチャーだから、でそれを
そのもっと解像度上げたいなとか思ったのかな、いやいやと思うんだけど、なんか今はなんか全然その粗さとか緩さとかは、うんうん、ありだなって自分では思うっていうか、うんうん、なエモーショナルなものを引き起こすっていうプレゼンテーションというよりもサンプル的な感じがするんだよね。そうですね、うんうん、だからかこのモニターの、まあ、それ解像度もあるかもしれないけど、すごい例えば大きないわゆる壁面の LED でこれを体感させるっていう方向には行ってないじゃん。今回は行ってないですね。行ってないよな、うん、でもほら結局そうするとそのテクノロジーが生み出しているようなもので、テクノロジーは表現だと思ってないものを、なんか人間の中にある無意識的なものを、うん、そのいわゆる喚起させるっていうことを作家が意図的にやるかやらないかっていう、うん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 、レベルの話もあると思うんだよね、うんうんうん、それはどうなのかなと思うんだよな。なんかそのスペクタクルにするかしないか問題というのがあるんですよね。キュレーターの中にはこれをサンプル的に考えると思うと思うんだけど、うんうん、大きくしてそういうスペクタクルっていうか、そのいわゆるエモーショナルなものを、うんにすると初めて面白いっていうやつもいると思うんだよね。大体そうだと思うの。なあ、こう3面プロジェクションで、でかい壁で、人がこう映り渡してしまえばっていうのもありますね。のもあるけど、それはどうなんだろう。それはなんかその提示の仕方のある一つのこうパターンだなっていう感じがしていて、結局僕なんか全部サンプルだと思ってるところがあるので、これサンプル的だよな。そうだから、なんかこう標本として見てる昆虫がこの状態で標本として見てるけど、すごいその標本を巨大にして空間を埋め尽くしたらインスタテンションになりますよねみたいな、そういうことだよね。そういう意識ですね。だからなんかどっちもいいんですけど、まあどっちもありだというふうには思ってるんだね。そうですね。だからなんかまあそれって多分写真デジタルで始めた時から、写真自体がプロジェクションであれ、あの映像であれ、プリントであれ、透過であるっていうのはずっと考えてることなので。なるほどね。だから今のキュレーションってやっぱりソーシャリーな意識がベースにある方がコンテキストとして伝えやすいっていうキュレーションなんかよく思うから、例えばここでその業界してるイメージっていうものが何なのかっていうこと、もともとの風景との関連性の方が重要だっていう人もいると思うんだよな。そうですね、うん、まあそこがまあ、どういうふうになんて言えば、まあまあ、だからインスタレーションで、まあ、レプリゼンテーションじゃん、プレゼンテーションをもう一回やっぱりなんていうか再想定してやってるから、うんうん、作家なんだけどやっぱりそういうなんていうかな、もう一回捉え直して提示するっていうことをしてると思うんだよ ね今回の作業っていうのは特に、うんうん、だからなんていうか造形性でエキスペンタルな造形性でこれが面白い形ですが、そういうふうにやってるわけじゃないと思うんで、うん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 、そこが今までとは違うところだし、どういうふうにそれをこうそれをもっと押し出していくのかどうなのかっていうこと、うんうん、例えばあれが分かんないけど、なんか反政府デモをやってるわけでは全然ないわけだから、でもそういうふうな方がなるほどっていう人もいるわけじゃん、うん、でもそういうことじゃないっていうところの、それはね、なんか結構重要かもっていうことじゃん、うん、そうですね。何でもないその普通に家族がわけや言うような風景がこう映ってるってことが多分大事で、なんかその道端に転がってる石がすごい変なことになってるみたいなことに近いっていうか、そうだよね、そうなんだよね、あとはなんか最近やっぱりそのセンシングってことにすごい興味があって、なんか僕はその写真結局センシングだなって思っているんですよ。だからこれもその自分が撮ってるかどうかとか監視カメラかどうかっていうよりも、その光景をセンシングしている途中で起こっていることっていうのが重要で、センシングエラーやな。そうですね、うん、だそれが出てる作品かなっていう、でもさ、こういうものをその例えばエラーイメージっていうかエラープログラムを発生するようにコードを組んで、しようっていうことにはならないよね。そうですね。なんか僕は写真の延長としてこれを考えてるから、やっぱりこの観測したりとかセンサーしたりとかしてそれを再提示するってことが重要なんじゃないかなと思いますね。なるほどなるほど、なるほどね、まあこれもだからいわゆる観測でなんていうかリサーチなんだよね。そうですね、リサーチなんだよね。偶然のリサーチですね。リサーチングってことなんだよね、